株式会社東部宇都宮百貨店は、栃木県宇都宮市に本社を置く百貨店、東武鉄道の完全子会社である、東京、池袋に本社を置く、株式会社東武百貨店とは別法人であるが、同一ブランドを展開し、東武百貨店と称されることがある。宇都宮市民より、東武宇都宮駅を民衆駅とし、百貨店を含む総合駅ビルとして欲しいという声を、受けて、 1958年6月、東武鉄道が当時建設中だった宇都宮東武ビルに出展する百貨店の運営会社として設立され、翌年11月に東武宇都宮百貨店を開店したグループ会社の東武百貨店が運営する池袋本店よりも長い歴史を有する。1980年代には栃木県内の地元小売業者等と提携したギフトショップを 各市町村に広く展開、百貨店空白地域を保管する役割を担わせたが、2014年現在は直営ショップの1店舗のみとなっている。長らく百貨店1店舗での運営を続けてきたが、倒産した地元百貨店の既存店舗を借り受ける形で、初の支店となる大田原店を2002年に開店した。また、2014年には、 福田屋百貨店栃木店跡地に移転した栃木市役所。新庁舎1階フロアにテナント入居し、食料をヒントギフトショップ機能に特化した業態の小型店舗栃木店を出店しているグループ会社の東部百貨店と同じロゴを使用しており、商品を入れる紙袋のデザインは想像しているものの地の色が反転しているのが特徴である。本店は、 オーバーストア状態だった宇都宮中心部の同業者との激しい競争の中にあって増殖を繰り返しながら売上を伸ばし1977年度より店舗売上高県内一を維持してきた2019年現在栃木県内で全国百貨店共通商品券を取り扱う日本百貨店協会加盟の百貨店は同店のみである2014年3月以降は 百貨店2店舗と小型店舗1店舗、ギフトサロンが1店舗ある、オリオン通りと本店、宇都宮東部を行き先に掲げる東の交通のバス本店は、栃木県宇都宮市宮町5番4号にある、東部宇都宮駅周辺再開発事業の目玉として、東部鉄道が設置したステーションデパートである、3階南側に同駅との連絡口があり、2階西側に、 東の交通の路線バスターミナルとタクシー乗り場がある関東自動車の東部西口停留所は2階から連絡する宇都宮市の繁華街をオリオン通りの西側入り口前に位置する典型的な鉄道系ステーションデパートでありグループ会社の東部宇都宮線並びに東の交通路線バスとの相乗効果を発揮している西建てを建設する際に栃木県警察の 東部駅前交番を建物の北西角地1階に配置、日本初のデパート内にある交番として報道された。かつては9階から13階部分に系列の宇都宮東部ホテルを併設していたほか、1970年代にはパーキングビルの5階にボーリング場や栃木放送のサテライトスタジオ、室内遊園地、メキシカンや屋上遊園地、アメリカンなどがあった。 屋上遊園地は1980年代に一度閉鎖されたが1996年の西立造地区オープンの時に後楽園カーニバルとして再オープンしたものの利用者が少なく再び閉鎖されている。1990年代には CD 店のバージンも入っており、FM、栃木を加えた3社で大アップが行われていた。宇都宮市中心部では1990年代頃までは、 当店の他に、西部百貨店、上野百貨店、山崎百貨店、福田屋百貨店、十字屋、ロビンソン百貨店等のデパートが立地し、各店間の競争が激しいものであったが、移転、撤退、破綻等が相次ぎ、現在宇都宮市街で全国百貨店共通商品券が使える、百貨店は当店のみとなった。 大田原県大田原県は、栃木県大田原市三原一丁目3537番地に,にある、上野百貨店時代の大田原店2000年12月に、倒産した、地場百貨店、上野百貨店大田原店の建物を賃貸する、形で2002年9月に居抜き出店した、ロードサイド店舗である、大田原市営バス、東部百貨店前停留所がある、百貨店空白地帯であった、 県北地区の消費者を意識した独自の商品構成を採用、地域密着型イベントを積極的に企画するなどを行う。東部としての出店は建物を低等物件として差し押さえていた上野百貨店のメインバンクである足利銀行からの要請があり、同行を支援する側面もあった。大田原は1968年まで東の交通の前身東の鉄道の鉄道路線が あった。福田屋百貨店であった建物を改装した市役所に出店栃木市役所店は、栃木県栃木市満町9番地25にある、2014年2月10日より業務を開始した栃木市、役所新庁舎の1階に、同年3月16日、開業した店舗である、主に食料品に特化した業態となっている、栃木市営バス、市役所前停留所がある。 東武日光線などの栃木駅からも近い栃木市役所展開店に伴い、栃木市大和町にあったギフトショップが閉店している。栃木市役所店では贈答品なども扱うため、ギフトショップの機能が引き継がれている。そのため同店では、食とギフトのスペシャリティストアというキャッチコピーが掲げられている。今市店は栃木県日光市今市981-1にある。 ギフトサロンである、今市市街から数百メートル離れた、今市バイパス沿いに立地する郊外型。付近に、関東自動車、7本桜、日光市営バス、7本桜入り口バス停留所がある。東部日光線の、下今市駅からおよそ1.4キロメートル程度。2020年2月16日閉店。出席者は、発起人の井上高根、河合長一郎、矢野正夫。 矢野昇、山崎純三、福田富次郎、小林正夫の七人、社名を株式会社東武宇都宮店とする、東武鉄道東武宇都宮駅と、東の鉄道自動車駅を一体化した建物を、建設し百貨店を併設する、総資本金を1億円とするなどの規約を定めた。ありがとうございます。